はいどうも皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回はですね、PayPay の個人間送金のやり方についてお伝えさせていただきたいなと思います。つい最近、PayPay の個人間の送金方法というのがすごく簡単になったということだったので、まあそちら側についてちょっと解説していこうかなと思っております。それではまず、そもそも個人間送金とは何なのかというところなんですが、まあ今回、PayPay に限らず、個人間送金といういろんなまあ電子マネーとかの、まあやり取りでも、よく行われるシステムではあるんですけども、簡単に言うと、個人間の、まあ、スマホ同士、まあ、スマホじゃなくてもできるんですが、まあ、PayPayで言うとスマホ同士で、それぞれ、まあ、自分と友達とか家族とか、まあ、例えば、まあ、会社にやることはあるんかわかんないんですけども、まあ、それぞれ、まあ、お金のやり取りができるというものとなっております。で、よく、まあ、どういった場面で使用するのかなというところなんですけども、まあ、こんなことはなかなかないと思うんですけども、友達にこう、お金貸してとか、そういったものっていうのは、まあ、なかなかないと思うんですが、例えば、まあ、飲み会であったりとか、まあ、旅行など行った時、あ、ちょっと割り勘しようぜってなった時に、まあ、大概がPayPayそれぞれ利用されてたら、まあ、割り勘で支払うこともできたりとか、あとは、まあ、今後こういうこともあるのかなと思うのは、まあ、それこそ、家族に、まあ、仕送りをしたりとか、もしくは、お年玉をあげる時とか、これはもう完全に僕がそうなのかなと思う。ものとはなるんですけども、あとは習い事とかですね、これ実際結構使ってるっていうことがあるらしくて、まあ PayPay に限らず、まあ例えば習い事っていうのが何々教室みたいな、お料理教室とかで、まあ集金する際に、まあ現金でやり取りするんじゃなくて、もう PayPay とかの、そういった電子マネーとかでまあやり取りをするということで使われる方も中にはいらっしゃるそうです。で、まあここの大きなポイントというのは、まあ、銀行振込と違って、手数料がかかんないんですよね。これはかなり、便利がいいものではないのかなと思います。まあ銀行振込の場合っていうのは、例えば振り込んだら、まあ大体次の日とかに届いたり、その日中にまあ届いたりするときもあるんですけども、まあ、わざわざこう、ATM まで行かないといけないとか、まあ、スマホでも送金はできるんですけど、やっぱり手数料かかっちゃうとか、もう意外と手数料って気づいてないだけで、まあ、かなり払ってしまってるってことは多々あると思うんですけども、まあ、こういったPayPayとかの個人間送金というのは基本的には手数料かかんないので、まあ、これはかなり、今はまだまだ、使う頻度が少なくても、これからかなり活用できるものではないのかなとは思います。で、今回、やり方なんですけども、大きく分けて3つあります。1つ目っていうのが、QR コードを読み取って送る方法。で、2つ目、携帯電話の電話番号か、PayPay の ID というのがあるので、その PayPay ID とかに送るというやり方と、で、3番の受け取りリンクを作成して送るという、まあ、リンクを、まあ、個人で作成して、それに送ってもらうというやり方なんですけど、まあ、今回ピックアップしたのが、1番と2番を、お伝えさせていただきます。まず、一つ目、QR コードを読み取って送るという、これが一番簡単だと思います。で、見ていただいたら分かる通り、順番通り、お伝えしていくと、まず一番の、最初の PayPay の画面から開いたら、送るというのが真ん中ぐらいにあるので、まずは一番の送るというところをします。で、二番目、画面が切り替わったら、友達の QR コードを読み取ると。まあ、相手の人がもう隣にいらっしゃったりしたら、もうこれを、これでできるんですけども。そしたら、3番の画面に移ります。スマホのカメラが起動するので、それで相手の QR コードを読み取ってください。で、QR コードを読み取るときに、金額を入力する場面が出てくるので、まあ、例えばそこで1万円というふうに入力していただいたら、1万円。で、そして、まあ、また次の画面に進んでいただくと、最後、下の方に1万円を送るというところがあるので、それをしたらもうすぐに、もうその場で、その瞬間的に友達の、スマートフォンに反映されるというものになっております。そしたら次に、2番目。携帯電話番号、もしくは PayPay ID に宛てに送るということなんですけども、まあ、入るまでは同じです。1番目は、1番目に送る。で、2番目に、今度は上の方にある PayPay ID スラッシュ、携帯電話番号で、検索というところがあるので、まあ、ここを入力していただくと。で、そのまま3番に進んでいただいたら、先ほどと同じように、次の画面に切り替わったら、金額の入力が出て、そして、またその次の4番目、金額、例えばその1万円だったら1万円を送る。そして5番目、この1万円を送りましたという確認画面が出てきたら、これで完了です。はい。
ということで、まあ、結構淡々とお伝えをさせていただきましたが、まあ、かなりやり方としたら簡単なのではないのかなと思います。もう本当に先ほどもお伝えしたように ATM とかに行かず振り込みをする手間っていうのはめちゃくちゃ省けるのではないのかなと思います。なので結構そのPayPayを利用される方であれば、これはかなり今後どんな風に使うかっていうかなり工夫も出てくると思うので、まあそこに関しては面白くなってくるのではないのかなと思います。なのでこれからもぜひ個人間送金のやり方がわからないってことであれば、これを参考にしていただければなと思います。ということで今日はここまでにしたいと思います。ぜひチャンネル登録、そしてツイッターのフォローなどしていただけるととても嬉しいです。ということで今日はここまでしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。